こんにちは、田中優子です。月収100万になるための体験セッションからのお客様になってもらう4つのポイントということについて今日はお話ししたいと思います。で、今日のこの今回のテーマはまず最初私自身の体験から説明させてください。このテーマはすごく私はすごく大切にしているテーマです。なぜかっていうと2年前の当時ですね、私の目の前には体験セッションをしてくださる方が増えてたんですね。どんどん体験セッション、無料だったということもあってね、お申し込みしてくださる方はあったんだけれども、なかなか契約、収入、お金っていうところに結びつかなかった。ほとんどの方はね、実は泣いて感動してくださるんです。3人に1人くらいはもう優子さんすごい素敵な気づきをありがとうって言って泣いて感動してくださるんですけれど、だけどね、契約してくれないのすごく不思議だったの。なぜかっていうと、当時私はスキルさえあれば収入に結びつく、自立できる、起業できるって思ってた。だけどこんなにスキルあるのになんで収入に結びつかないんだろうってすごく不思議だったんですね。で、今思えば私はね、その人の人生を共に歩む覚悟とかお金を受け取る覚悟とか勇気っていうのがなかったんだなって思います。で、それは外せるのね、外せるし受け取れるし、あとはそれをやっぱり経験値でカバーする必要があるから、経験をしていくそのプロセスっていうのを今日お伝えしたいなと思ってます。はい、ではいきますね。1番は、一番最初にやっぱり大事なのは自分のブレーキを知るっていうことです。で、外すってことなんだけど、多分この自分のブレーキ2つあります。1つは、それを売るっていう覚悟ですよね。で、もう1つはお金を受け取るっていう覚悟、で、この2つの覚悟が必要なんだけど、その売るっていうのがやっぱり、すごく怖いの。嫌われそうな気がするしね、売って大丈夫なのかなって、本当に自分はこの人のことを支えられるのかな、良い方に導けるのかなっていうね、そういう覚悟が問われてるからね。で、特にね、なんか苦手そうだなって感じる人が来るとかなりブレーキかかります。私の場合ですと、私は得意なのはね、やっぱり対人関係の援助職の人は自分が経験してるから分かるんです。だけど私が苦手なファッション関係の人とか来るとやっぱすごい困っちゃう。だって分かんないし、本当に私この人大丈夫なのかなって、本当実はね、その方が来られた時はお断りしようかと思っちゃった。だって苦手だから分かんないし、できる気がしないしなんて感じでね、思っちゃったんですよね。でも2番のね、自分の良さ強みを知るってことで、私の強みっていうのはお客様に聞いててね、分かったんだけれど、Facebook とかね、ゆうこちゃんどうやって書くのとかよく聞かれてて、で、友達の友達から Facebook から体験セッションいただくとかね、多くって、あ、それって私自然にできてるけど結構いいことっていうか、すごいことなんだなって、これをお伝えしてっていいんだなって気づいたんです。だからそこが分かった時に、あ、この方はそういえば Facebook 苦手って言ってて、そこをお伝えしていけばいいんだろうなって感じたんですね。なので、2番の強みが分かってるってこともすごく大事です。で、1番に戻ってね、1番のもう1個ね、そのお金の受け取りの怖さっていうのがあります。で、そこはちょっと具体的に想像してもらうといいと思います。1万円なら受け取れる、そうだね、今度価格設定の話もしようと思ってるんだけど、だけどこのね、継続契約とかになると本当に欲しいお金って1万円じゃないでしょ。10万円とかね、20万円とかね、30万円とかね、欲しいでしょ。それでその時考えるとゾクッとする、なんか受け取れないような気がする。そこに責任感とかね、受け取ったら責められちゃいそうとかね、押し売りされてるとか思えてるとかね。で、それをきちんと見つけてあげて、それをきちんとどうしたら対処できるのかってことを考えてみてください。例えばね、本当に企業ってお金の循環だからね、支払った金額が受け取れる大体金額と一致してますので、自分がその30万円とかね、受け取りたい金額を払った時の自分の気持ちっていうのを思い出してみて、で、その時にどんな気持ちでそれを託したか、やっぱ次に行きたいと思ったよねとかね、あとはそうなれる自分をイメージしてワクワクしたりとかね、だからその気持ちのまんま受け取るっていうことも自分の中で工夫してもらいたいなと思います。はい、
で、まあ、1番と2番はすごく自分のことで大事なことなんだけど、3番もすごく大事です。3番は受けてくださる方の不安を聞いとくっていうことです。でね、やっぱり結局はね、その方がお客様になっていただけるって、その方の不安をどこまで自分が自分事としてね聞いて対処していけるかって、そのね力量も問われてます。なので、受けてくださる方の不安を事前に聞いておけるなら聞いといた方がいいし、その方が信頼関係築けると思います。はい、で4番は、おすすめ商品を紙で用意して伝えるってことなんですけど、やっぱここってねすごく覚悟が問われるのね。怖いの、やっぱりその勧めるって押し売りされてて嫌われそうとかね、で実際は押し売りなんか本当に全然しなくてよくって、なんでかっていうと、そこで納得していただければ買ってもらえるし、納得してもらえてない、好きでない、あなたのこと嫌いなら受け取ってもらえない、だってそうだよね、大事なお金なんて払いたくないもんね。だから全然押し売りする必要はなくて、ただ進めればいいの、伝えるだけで。ただ伝えるだけでも最初はやっぱりすごい苦しいので、紙で用意して伝えるっていうのをおすすめしてます。紙にね、金額とか、これまで受けてくださったお客様の声とかね、あとは自分が提供できることとかね、そういうことをもう全部紙で用意しておく。で紙で用意して、この人にここを伝えておこうって自分でこうちゃんと、考えておく、イメージトレーニングしておく。イメージトレーニング結構大事です。私はやっぱこういうことすごく苦手だったし、していいかどうかも自信なかったから、最初は本当に一人のお客様に対してね、その方のことをとことん調べて、どうしたらその方が良くなるのかっていうのを本当にね、伝える工夫をして、準備をして、でここまで練習してました。この方にはここをおすすめしようとか、こんな風に伝えたら分かってもらえるのかなとか、そういう感じで練習してましたし、それを本当に積み重ねてました。で、それは決してこうご利用しするんじゃなくてね、自分の良さが伝わればいいな、その人の人生がさらに良くなったらいいなっていう願いとか祈りを込めてやらさせていただいてました。でそのおかげでね、本当に収入につながってて、なんかそれだけでよかったんだなって今では思ってます。本当にね、好きな人のところにしかお金はみんな渡さないから、なので自分とお客様を信じてやっていただけたらいいかなと思います。最後までありがとうございます。